西暦2097年、人類は怪獣との共存の時代を迎え、太平洋のとある島に怪獣たちの楽園、ゴジラアイランドを築いた。それとともに地球政府は防衛軍を解体、災害から人間と怪獣を守る保安部隊 G ガードをこの島に設置した。平和だ、まったく平和だ。この平和が永遠に続くといいのだが。 G ガード司令官48歳、熱き正義の心を燃やす熱血中年。ほんまですな司令官。そやけどこない平和やと暇でやることおまへんな。自律思考型スーパー AI を搭載したコンピューターロボット、ルーカス、大阪生まれ。まったくだなルーカス。UFO 襲来、 UFO 襲来、都市を破壊しています。これ沖縄で。進路変更、この島に向かってきます。突如現れた巨大 UFO、 果たしてこの司令官で地球は守れるのか。ゴジラアイランドの運命はいかに。